はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。まゆみ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。猫ヴァンパイア様、ポスティングボランティアお申し出、ありがとうございました。都内が範囲のポスティングボランティア様、大募集であります。まあまあ私のあの参院選向けの活動というよりもですね、例えばですけど、日本人の学生には奨学金450万貸して600万円以上取り立てるのに、外国人留学生には毎年毎年380万くれてやってる、返済不能なんていうことがチラシの裏に書いてありますんで、こういうことを知んねえ人ね、あのテレビとか新聞はそんなことは必死で隠すわけじゃないですか。そういうことをね、あのチラシで知った一般の方は憤ると思いますよ。あとね、あの外国人に生活をくれてる国なんか日本しかねえわっていうことも書いてありますんで、それ見た人は憤ると思いますよ。あとね、あの NHK はこういうふうに不公平なことがいっぱいありまして、スクランブルでそれ全部解決しますからっていうようなこともバッチリ書いてありますんで、まあまあ私のあの選挙向けということでなくても、世の中に真実を知らしめるチラシとしてもまあまあいいと思います。そういうわけで、あのポスティングしてくれる方、範囲は東京都内、に、ポスティングしてくれる方大募集であります。あと日本改革党メール党員大募集であります。毎日、発行するですねメールマガジンをご購読くださってですね、月額990円です。まあ、あのそのうち90円は消費税で取られちゃうんですけれども、党日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。東京地区の支部長も大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしていただくか、くつざわのツイッターからご応募ください。よろしくお願いします。毎年やることになってる豊島区議会報告会、昨年とその前はコロナで中止になっておりまして、3年ぶりに開催しました。今日やってまいりました。この画像は準備中のものなんですけど、区民に議会の仕事を報告するって会で、各委員長、総務委員会とか、あの、子供文教委員会とか、都市整備委員会とか、あの、各委員長が、今年はこんなことやった、あんなことやった、と、まあ、公開の場で説明した後に、質疑を応答と。会場は議場でやったんですけど、議員席に一般の方々座らして、理事席に、まあ、委員長が座って発表という形になったんですけれども、まあ、暴れる観客もおらず、無事終了いたしました。差別主義者の靴沢を議会は何とかしろなんて、質問にかこつけて言うやつもいなくてほっとしております。安倍元総理、日銀は政府の子会社なのでいくら国債を買い取らしても問題はないと発言したことについて、立憲の西村だか西山だか幹事長がとうとう言った、国会で追及知るなんて言っちゃって、共産もですね、何をバカなこと、言ってですね、鳩山幸男もですね、誰か安倍の口を閉じさせろとか言っちゃってですね、こいつらバカだなーって思ってたら、子会社間違いねえのになって思ってたらですね、なんと鈴木俊一財務大臣69歳が、日銀は政府の子会社ではありませんなどと大嘘を国会答弁しちゃいました。朝日新聞勝った。日銀はね、株式会社なんですよ。で、上場もされてんですけど、600万円一株の定価から全然動きません。あと配当もないし、値上がりも値下がりもしないんで、まあまあ、あの一般人で買う人はあましいねえだろうな。600万円のお金をただ塩漬けするようなもんで、すから買う人はあんまりねえんだな。で、政府が株の 55% 保有してんです、日銀の。これが子会社でなくて一体何なんだって話。
政府が 55% 持ってるんですよ、日銀の株。したら政府の子会社間違いねえべ、鈴木財務大臣がなんで子会社じゃねえって言ったのか、なぜなんだ、ドイツもこいつもバカ揃いで絶望しちゃいますけどね、立憲も共産も畑山幸雄も鈴木財務大臣もね、特に鈴木財務大臣は財務省に吹き込まれたんだろうけどバカすぎるよな。鈴木善幸元総理の息子です。麻生太郎副総裁の義弟です。財務省の操り人形確定であります。麻生さんが財務大臣を務めてた9年間の間にですね、財務省の勢力はますます拡大しました。実質税負担率はとうとう 48.1% に、超重税国家になってしまいました。じりじりじりって実質税負担率上げやがって重税国家になっちゃいました。これ財務省の意向であります、もちろんね。財務省がこれできたってことは、麻生財務大臣時代は全然監督できてなかったってことなんだね。麻生さんは財務省の代弁者と言っても過言ではない。民主党政権で決まったですね、 5% から 10% の消費税増税をですね、なかったことにすることもできたのに、安倍政権でこういう法律作ったけどやっぱなしね、することもできたのに、有権者の過半数が思えばそうできるんだからさ、それもしねがったんですね。麻生さんが財務省の代弁者だったからであります。麻生さんの義弟の鈴木俊一さんも当然あの財務省の苦靴でしょうね。まあ本人の勉強不足ありますよ。これこんな発言してっとこみっと財務省の言うことしか聞いてないのかな。子会社ではない、答弁は財務省はね、あの大臣に大嘘吹き込んだんだよね。55% の株式保有はこの際無視して大嘘ぶっこいた、バレても構わない。これからわかることは財務省はどんな嘘でもためらわないっていうことがわかりますね。まるでね、あの騙して権力握った後は騙されたって文句言うやつが粛清すればいいから、どんな嘘でも平気な共産主義者のような財務省であります。つい最近までね、国債のことをね、国民一人当たり〇〇万円の借金って大嘘ぶっこいてました。国債っていうのはあの政府の借金ですから、国民にとっては実は資産、銀行の利子、預金の利子は実はあの国債の利子から来ている。国民にとっては資産であります、国債はね。政府の借金だからあくまで大嘘、さすがにこれは嘘であるってだんだんバレてきて、最近では言わなくなってきましたね。財務省が目指すのはですね、主体思想に基づく 100% 超税、 100% 配給の超独裁権力、共産主義と似て嘘が平気なのは騙した後はどうにでもなるって舐め腐ってるせいですね。鈴木大臣がどうなろうと自分らは無傷って高く食ってるせいですね。大臣だからのコロコロ書くけど俺らは変わんねえよ。こんな大嘘に、騙される鈴木大臣もバカすぎなんですよ。財務省を監督する立場なんだからさ、大臣ってさ財務省が暴走しないように上につくのが大臣でしょ。国民の代表としてさ、なんだから分かんないことだったら財務省以外に聞かないとダメなんだよ。だって監督する立場なんでしょ。監修がさ、分かんないことだったからつって囚人に聞いててどうすんのって、囚人は自分に都合のいいことしか言わねえよ。しかも今回こんな大嘘吹き込んでんね。そういう連中なんだからね。まあ今回の騒動の結論なんですけど、立憲はバカで嘘つき、共産はバカで嘘つき、畑山幸雄は国賊と、鈴木財務大臣は情報源が財務省しかない、財務省はどんな嘘もためらわない凶悪と、こういうことが判明しましたね。一連の騒動で、帝国の最大の敵は外国でも在日でも左翼でもなくて財務省なのかもしれないですね。だってね、あの日本人を一番苦しめてるのは実質税負担率 48.1%、働いても働いても、税金をやっとの思いで納めても、岸田総理が気前よく外国にばらまいてしまうと、
そういう構図になっている財務省のせい、財務省に並んで強大な帝国の敵、公明党石井啓一幹事長、従来の憲法9条の誘惑の中で日米の安全保障に関する信頼関係を強化した、当面これ以上9条を変えなければ何かできないことではないのではないか、今のままでいいんじゃねえの9条っていうようなことを、あの保在室さんみたいであります、ネットの話、具体的にどうできるか言えよ、あるならそれを示すのがお前らの仕事、日本の外役公明党、今まで問題なかったとかそういう話じゃないんだよね。公明党がこの路線から変わることはないから聞く耳持たなくていい、こんな党との連立解消できない自民党は情けない、9条を変えて戦争しろって言っているんではないぞ、公明党は立憲社民共産と組むべき、公明は国民の生命財産を守ることに消極的ということだ、政治理念が合わないなら連立する意味ないぞ、具体案を提示せずに論議を停止させることは全くもって無責任と、たかだか20、30の議席ででかい面すんねん、艦隊時の侵略標識の設置が台無しになるから、創価学会がそういう考えなんだろうなーって、こういうような意見がありました。今まで大丈夫だったんだから球場があっても、いいんじゃねえの、変えなくてもいいんじゃねえのみたいなことをほざきましたもんね、そういう話じゃないんだよ、今後のこと言ってんだよバーが、調子こいたロシアが北方領土から北海道に上陸するかもしんねえべっていう、そういう話ですよね、改憲国民投票は議員3分の2の賛成で発動しますけど、この分だと公明裏切りますね多分ね、なんで数のうちにして当てにしてはいけないですね、維新も裏切るか、それとも面倒な助言つけてくるんで当てになりません、なんせオーナーの橋本徹が上海電力べったりなんでね、前にも言いましたけど香港支部を潰されたくない学会は中共に逆らえない、それどころか、公明の牙城の、国交省観光庁国際観光課が温度取ってね、艦隊時とかハングルの道路標識ゴリ押ししてますでしょ、これね、侵略するとき、人民軍が動きやすいようにっつって、中国共産党にごますってんですよ、帝国を滅ぼす手引きした報奨ご褒美に15億人相手に布教できたら万々歳って学会は考えてんですね、財務省も強大な敵だがこいつらも強大です、どっこの地方議員でも公明党議員の多いこと多いこと、学会の得意技は座談会、でのオルグだそうであります、座談会っていう外国語がうまく見つからなくて座談会座談会つってそのまま使ってるみてですね、世界中の支部で、こういう手法だとですね地方議員を増やしやすいんだけれども、まあ密ですから、地方議員の数の割には国会議員が少ないのも公明の特徴であります、ちょっと前にですね山口那津男代表が9条に手をつけるなら連立解消とか言ってましたけど、それに乗ったらいいんじゃねえの自民党は、連立与党じゃなくなったらですね、国交大臣が公明のね指定ポストじゃなくなったら国会でも地方でも議席大幅に減らすと思いますよ、民主党政権3年半の野党時代は自民にべったりくつがって乗り切りましたけど、連立解消だったらそうはいきませんよね、自民は単独与党を目指して根性見せえよ、出ないといつまでたっても会見できねえぞ、いう話であります、共産党有料駐車場の6番手前で駐車料金を踏み倒す得意技を発動しておりました、こちらの写真であります、ギリギリで乗っかってねえのね、これ立派な窃盗罪ですよね、駐車料金を盗んだってことでね、10年以下の懲役または50年以下の罰金で、車の屋根に日本共産党なんて看板しょっちゃってバカじゃねえのこいつら、ネットの話いつもの毎度おなじみの光景、こじきかよ、法律守れない奴らが公約なんか守るわけない、公安監視対象組織構成員だし、護憲とか言ってるくせに自分たちはこう党の看板しょってるのにようやるわ、日本の法律なんか守る気がさらさらない外国人ども、試験ですが、さすが日本人からは盗んでいい、日本人は殺していいって義務教育される共産党だな、党の看板しょって
ようやるわ、この泥棒が。泥棒だぞ、おめられてることだな。民主主義者の作った法律なんか守れるかって言ったところでしょうね。多分違法行為すると幹部も褒めてくれるんでしょうね。内裏たすきの選挙違反を幹部の小池晃、この人はナンバー2でしょ、が堂々とやってたしね。豊島区の共産議員なんか議長に返事もしねえし、まるで幼児ですよ、拗ねてる反抗期の中学生がって話。これ署名議員誰それさんお願いしますんで、議長言ったって返事もしねえ。他の党の、議員さんはみんなはい、返事するのにさ、伊豆までね、卒業式でガラス割ったりなんかして暴れてる中学生みたいなことやってんだ、いう話。中学生と違ってですね、器物破損でなくて窃盗だから、この場合はね、立ち悪いっすよ。共産党見たら聞いたら110番で間違いないかと思います。共産党ほどではないが、民民もズルは平気な模様であります。民民の公式つべチャンネルにアップした動画がなんと1時間で100万再生した。だがしかし、いいね、グッドボタンが9件しかなくて、不自然通過ありえない状況に陥った、業者から再生数買ったんだろうって話題になっておりました。ネットの反応です。工作下手すぎて草。やっちゃったね。グッドボタン9回大爆笑。チャンネル登録者数も怪しい。完全に広告、金払っての再生回数。真の再生回数は100程度かな。やっぱ基本は民主党。やっぱり買えるんだな。一体どこにいくら払ったんだろう。韓国の無名グループがよくやってるやつ。無名でなくてもよくやってますよ、こいつらはね。試験ですが、恥ずかしいことが即バレで哀れだな。再生数買うなら、グッドボタン数もセットで買わないといけないみたいですね、これね。不自然でバレっから。つうかね、再生数ばっか100万回も買いすぎでしょ。加減というものをわかんねえのかな。数万回買うにしても、数万回ならば、そういうこともあるんかな。グッドボタン9回でも、そういうこともあるんかな。済んだのに、やりすぎなんだよな。100万回以上再生された動画以外の公式動画は、軒並みですね、再生数100回程度でした。内容が、多分ものすごくつまんないでしょうね。民民の党員や、支持組織である、電力や電気、自動車労連の組合員にすら見られてないとか、全くもって哀れであります。組合員が、真面目にしたら、何万何十万、すぐ行くもんね。韓国の全然売れてないタレントがよくやるやつなんで、知り合いのね、韓国の芸能事務所に外注したかもしれないですね。どっか業者頼んで、こういうことやっといてみて。玉木代表、最近まともなツイートしとるけど、元民進党代表の前原とかいるし、全然信用ならんですがね。だって最近までね、立憲とともに国会18連休とか満喫してたんだもん、休みを。そういう連中ですから、10年ぐらいまともな行動してですね、で、いざ会見だってなったら賛成してですね、そのぐらいしないと、信用できねえ。そのぐらいやったら信用してやろうという感じであります。というわけで、ポスティングボランティア都内、メール党員様、東京支部長大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。